五百聖神社は、滋賀県立東茂子山にある神社。式会社で、旧社格は孫社。神門は、下がり富士。祭神は次の人柱。創建は不詳。境内は、安養寺山の南西六に鎮座し、山頂には奥宮及び竜王社が鎮座するが、この奥の宮は、祭神の降臨地とも言われる。また、足井づり一族による砲災とする伝えもある。 鎌倉時代後期の不木章では、境内前を流れる根性川について、伊保の伊川と見えることから、当社はその養水位を守護する神として祀られたとする説がある。社殿では、忍受元年1月に、聖六以上の深海に除せられたという。延長5年成立の演技式新明帳では、大見国久留元軍に、足精神者と記載され、式内者に列している。 同調写本では、足井の読みは、伊保の井のと振られる。前述のように、鎌倉時代後期の不木章では、伊保の井川が見えるほか、中世末頃から、社名は、五百位と表記されるようになったとされる。安政五年には、本殿の再建がなされたが、この本殿は後日の台風被害により現在では、失われている。明治維新後、1876年に、 近代社格制度において損者に劣した。2013年9月には台風18号の影響で境内後輩の斜面で土砂崩れが発生し、本殿、廃殿などの斜殿はほぼ全開の被害を受けた。そのため、心霊はお旅所に移された上で祭祀が継続されている。本殿に安置されていた心臓は土砂崩れから2週間後に土砂中から掘り出されたが、後に その造形が評価され、2015年に滋賀県指定有形文化財に指定された。ありがとうございます。